最新遺跡情報チェックショー。さあ、はい、遺跡情報シリーズ第2弾かな、はい、ということで、まあ、シーズンももう終わりに近づいてきまして、はい、いろんな遺跡情報がまあ飛び交ってますよ、うん、ということですね、はい。まあ、多分いろいろ紹介するんですけど、1個大きなトピックとしてはですね、多分サムネにももうしてると思うんですけど、うん、はいはい、1個大きな玉突き遺跡が起こりそうよというところで、はいはいはい、どうもですね、このチェルシーからニューカッスルに、ニューカッスルからシティに、うん、シティからパリにっていう、これ中盤の玉突きが起こりそうなんですけど、これ全部当てれますか？むず。いやでもね、これね、めっちゃうわ起こりそうっていうやつなんで、まあ、どの選手も結構噂に上がってる選手です。で、このアゲラが、ああ正解です、がニューカッスルに来ることによって、はい、誰かが出ていく、はい、で、同じポジションですかこれ。まあ中盤です、ブルーノ・ギマラインス、はい正解です。で、でパリ、パリです。中盤ですか。中盤です。まあ2列目もやります。え、デブライネ、違います。え、ちょっと正解は、はい、ベルナルド・シルバです。あー、なるほど。このはははは、この玉突きが起こりそうになってます、うん、大物中盤玉突き。はー、これはまあ大体こういうの出て、まあ、そんなまんまはいかないんですけど、はい、1、2個は行ったりするっていうのがね、はい、まああったりするんで、はい、ちょっとその辺を、はい、内藤さんに聞きながらチェックしていきたいと思いますので、はい、お付き合いよろしくお願いします。お願いします。では、一つずつチェックしていきましょう、はい、まずは何でしょうか。まあ、いろいろあるんですけど、まず前提として、うん、ニューカッスルがですね、はい、PSR、FFP の新しいやつの懸念を和らげるために、うん、まあ、3000万から5000万ポンドぐらい、まあ、売却絶対しなくちゃいけないみたいなのがあって、うん、まあ、少なくともイサクを売るつもりはないよみたいな話はあるんですけど、うん、ギマナイスに関しては放出条項があって1億ポンド払えば6月中にって期限も決まってるんですけ ど、やったら1億ポンドなら売ってもいいよみたいなもう条項があるんで、うんうん、シティはそれを発動させるんじゃないか、あるいはちょっと値切るんじゃないかみたいな話があります、うん、なるほど。で、アーセナルも、まあ、ギマラインスにまあちょっと興味持ってるものの、うん、まあ、アーセナルはさすがに1億ポンド高えなってなってるらしい、うんうんうん、去年アース、ね、ライス取ったところですから ね、まあ、ね、同じポジションに。で、一方で、パリ・サンジェルマンもギマラインスに、興味持ってたけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、今年は諦めるかってなって、代わりに今年はベルナルド・シューバー獲得に集中する。お、まあ、この辺全部ファベルト・ロマーノ記者の、まあ、記事からの引用なんですけど、なんで、まあ、このそういう流れ、まあ、起点はシティの、まあ、ギマラインス取りから始まってるんですけど、うん、を起点に、まあ、ベルナルド・シューバが、パリに、で、ニューカッスルがギマラインスがシティにっていうのが起こりそうっていうのは結構起こってますと。なるほど。で、じゃあ、いや、ニューカッスルとしては、うん、まあ、誰かを取らなくちゃいけないっていうのがあって、うん、まあ、仮にギマラインスが去った場合、最初カルビン・フィリップスに興味を持ってたらしいんですけど、うん、まあ、ちょっと多分直近のパフォーマンスの、まあね、苦しいのもあって、まあ、そこの、うん、興味はなくなっちゃって、はいはい、今このギャラガーに興味を示しており、うん、まあ、壁はチェルシーが5000万ポンド以上要求してくるっていうのがあるらしいんですけど、うん、まあ、もしギマラインスが1億ポンドで売れたのであれば、うん、その PSR の懸念がちょっとあるにせよ差額で十分黒字やと思うんで、なるほど、ここも起こるんじゃないのかっていうのが、まあ、そのチェルシーもね、まあ、同じ入荷すると同じ状況で、うん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 、まあよく言われてるのがね、はい、まあ、コルビルとか、はい、コナーゲラガーとか、まあ、英国系の、まあ、主力を、まあ、1人か2人は売らないと、うん、まあ、かなり厳しいと、うん、まあね、そこでよく上がるのがコナーゲラガーっていうのを、まあ、全クラブ知ってるんで、はい、まあ、逆に言うとこう値上げはしづらいというかね、うん、足元見られがちな状況になっちゃってるというところでね、うん、でも全部ハマりそうじゃないですか。確かにね、ニューカッスルはあの激しいサッカーにコナーギャラが合いそうやし、うん、確かにね、でギマナイスシティもインサイドハーフでもね、うん、あのサイドチェンジとかねめっちゃ、うんうん、まあ、機能しそうですし、うん、もちろんロドリがちょっとコンディション悪かったらアンカーでもいけるし、まあ、ロドリのこうね控えっていうのはおかしいですけど、うん、まあ、ロドリがちょっとロドリスペシャルすぎるんで、うんうん、確かにちょっと休ませるとこでブルーノが来たらすごそうですよね、うん、ちょっと今中盤がコバチッチ、ヌネスとちょっとドリブル寄りの中盤のインサイドハーフの選手多いんで、うん、まあ、どちらかというとキッカー寄りのギマラインスっていうのは、まあ、スカットバランスを見ても、うん、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいっていうのもあることを考えると、うん、まあ、これは結構ありえる話なんちゃうかなっていう。いや
これはでもまあどうなんやろな。でもこの前のやっぱベルナルドの出来見たら、やっぱね、まあ、彼はいっぱいできるんでね。いっぱいできるんで、でももうええやろみたいな。ね、ずっとマンチェスターから出たいと。ちょっと天気とか嫌やみたいな話。まあご家族がちょっとみたいなのがね、よく聞きますけどもね。まあまあパリがね、まあ。エンバペを放出したことで、なんか必要だった契約金とか年俸とか、もろもろ加味すると、なんか2億ユーロぐらい浮くみたいな話もあって、だ結構今年のパリ、お金持ってるっぽいんですよ。うんうん、まあ、ずっとお金持ってますけど、ずっと持ってるんですけど、特に、まあ使える額がね、特にエンバペの年俸とか、エンバペマネーが浮いたことで、はいはいはい、結構使えるお金があるらしいんで、まあ、ベルナルド・シューバーに大金を投じるっていうのも、なるほどね、でそこで得た大金をベースにギマネスを取りに行き、そこで得た大金をベースにコナギラガを取りに行くっていうこのヒファみたいなこと起こってるよ。全然その本当飛ばしの情報じゃなくて、ファブリツィオ・ロマーノの情報ベースに組み立ててるロジックなんで、ね、うん、全然マジで可能性ありそうやなっていう。いやこれちょっと皆さんにどう思うかコメントをしてほしいですね。まあちょっと今このままやと、じゃあチェルシーは他に誰とんねんって、人チェルシーの一人負けみたいになりそうなので、チェルシーも代わりに誰か取るってなると思うんですけど、まあ、ラビアもカイセドも、まあ、そもそもいるんでね、まあ、ちょっと代わりはタイプは違いますけど、はい、まあどうなるかちょっと楽しみですね、はい、そこはね。まあっていうところで、まあ、あとはここから他にもいろんな移籍情報を見ていこうかなというところなんですけど、はい、うん、トレント・アレクサンダー・アーノルにレアル・マドリードが興味と。これはどうなんですか。おもろいですけどね。まあめっちゃたらればですけど、うん、中盤で出るアレクサンダー・アーノルドのスルーパスにエンバペが反応みたいな。ああ、ロマンゲームやな。まあ、エンバペのマドリーはね、ほぼね規定路線、まあ、規定路線なんでね。いやこれでどうなんでしょうね、マドリディスタの方とかいたら聞きたいですね、うん、あとチェルシーおよびユナイテッドがアラウホに興味と、うん、アラウホよう出てきますね、まあ、バルサもね財政難なんでっていうところなんですけど、うん、あとバイエルン・ミュンヘンは、うん、オリバー・グラスナー監督に、うん、の獲得に興味を持ったもののクリスタル・パリスに1800万ユーロでどないですかっていうふうに提示したんですけど、うん、パリスとしては今グラスナー監督の絶好調なんで、うんうん、1億ユーロならいいよっていう、まあ、事実上は無理ですっていう、強大きなことお断りを入れたっていうのは、うん、まあ、バイエルンはね、まあ、ドイツのクラブですし健全経営なんで、うん、まあ無茶な取り方はしないかなって気がしますけど、ね、けどなんかこの近年やっぱバイエルミュンヘンの選手もそうですけど、ちょっと補強戦略の行き当たりばったり感が否めないというか、うん、まあね、だからルンメニゲ体制に戻って、なんかね、まあ、それが良くないとされててカーンに変わったけど、うん、結局そこもゴタゴタあってまたルンメニゲに戻ってみたいな、なんか、うん、らしくないというかね、うん、バイエルンもね今状況ですかね。で、あとは、まあ、アースナルの情報ですね、はい、まあ、後々アースナルの情報につながるんですけど、スポルティンが今アンデル・レヒトからゼノ、デバストっていう選手を、まあ、センターバックの選手かな、はい、ディフェンダーの選手を取ろうとしてて、はいはい、代わりに、ディオマンディを売却するかもしれないと、まあ、結構今移籍市場の、まあ、有望かも、左利きのセンターバックやったと思うんですけど、を売却するかもしれないという情報がポルトガルのメディアから出てて、でその、まあ、ディオマンデに興味を持ってるのは今アーセナルで、まあ、ちょっと今季調子悪かったらしいんですけど、ちょっと取りに行くんじゃないのかみたいな話はありつつ、まあ、アーセナルは他にも結構やっぱディフェンダーの移籍の噂が結構出ててですね、はいはいはい、チャーリー・ワッツさん曰く、まあ、サイドバックを補強するんだとしたら、うん、右よりも左なんじゃないかと言われてて、アーセナルがってね、はい、で、はいはい、アヤックスのヨレル・ハトっていう、まあ、18歳とかな、若手の2027年ぐらいまで最近契約延長したばっかりなんですけど、うん、この若手のこう選手を取りに行くんじゃないかと、まあ、ティンバーも帰ってきて、富安選手持って、ジンチェンコ持って、だからジンチェンコ対出すんじゃないですか。はあ、いやどうなんでしょうね。だから富安選手をどこでカウントするのかは、うん、結構、ね、悩みどころになってくるというか、まあ、両サイドバック主に左みたいな感じですよね。あるいは、まあ、センターバックの、まあ、全部の、うん、まあ、最終ライン全部できますけどね、うん、そのファースト控え、うん、よく言えば全ポジションの最初の控えやし、悪く言えばどこでもちょっと今一番手になれないんじゃないかみたいな、うん、ちょっと可能性も出てきてるんでちょっと苦しい。どうなんですかね、なんかティンバー帰ってきても左、冨安選手は気しますけどね、まあ、どうなんや、まあ、ちょっとティンバーが、ね、うん、どれぐらいできるかね、結局よく分かってないのはあるんで、うん、まあ、素晴らしいっていう状態で怪我しちゃったんで、ね、イメージで言うとなんか守備の強いジンチェンコみたいなイメージがあるんで、うん、まあ、で言うと
ク冨安の方がもうちょっと守備寄りなんでちょっとキャラクターが違うのかなっていうのはあるんですけど、うん、まあ、いずれにしてもちょっとそんな噂が、まあ、出てきておりますと、はい、まあ、あとアーセナルが、ソシエダの、スピメンディ、スピメンディですね、はい、に興味あるらしいんですけど、はいはい、出てますねこれもね、まあ、本人はでも残留希望しているので、うん、あんまり可能性がなさそうだと、うん、ホース条項はあるんだけども本人に出る気がないという、なるほどね、まあ、そういう話もありますね、はいはいはい、まあ、あとはもうこれは散々言われてる話なんですけど、うん、マンチェスターユナイテッドマイケル・オリーセ、6000万か6500万ポンド、もうこれは出そう出します喜ん で, で、まあ、クリスタル・パレスもいい調子で来てるから、うん、結構いう値段も、うん、払われそうな気はしますよね。でも一応放出条項があるんで、これを払えば、その放出条項あるんですね、うん、ああそうか。で、まあ、マルシャルとバランの給料高い2人が対談したんで、まあ、そこで結構給与も浮くと思うんで、うん、ちょっとここはぜひ獲得していただきたい。これはちょっと楽しみなところですね。オリーセはね、アーセナルも欲しがってるみたいな話もあるんで、うん、まあ、結構面白そうやなっていうところになってます。なるほど。で、その出てったバランなんですけど、はい、サウジアラビア方面、アルエティハド、アルナスルあたりが興味を示していて、うん、まあ、レンズ、レンヌ、レンズ、バランの、はい、故郷のクラブへの復帰も、可能性としては考えてるらしいんですけど、うん、まあ、ちょっと給与の面がどうかなっていうところらしくて、うん、まあ、どうなってか、ごめんなさい、ちょっと自動翻訳もちょっと使ってるんで、ごめんなさい、ランスですね。ランス、はい、はい、すいません、失礼します。フルスへの復帰も、まあ、ちょっと噂としては出てるけど、まあ、ちょっと給与がどうかなっていうところらしいですけど。なるほど。まだヨーロッパでやってほしいなっていう願望はありますけどね。そうですね。うん、で、同じくカゼミロに関しても、まあ、アルナスル、アルヒラルあたりが獲得に乗り出しており、うん、ユナイテッドとの契約は2026年までで、あと2年残ってるから、うん、まあ、そんな急ぎではない状態ですと。はいはい。で、一応ユナイテッドが獲得した金額でいうと7000万ポンドでの獲得だったんですけど、うん、売り値としては2500万から3000万ポンドプラスボーナス、うん、あたりに着地するんじゃないか、まあ、大幅減額での、うんうん、まあ、販売になるんじゃないかっていうところで、うん、まあ、これは結構議論呼ぶ遺跡に難しいですね、まあ、32、3とかですか、はい、30代の選手に、うん、まあ、それだけお金を払ってもらえるだけでもありがたいと考えるべきなのか、うん、もう、まあ、あるいはいやでも買い値が7000万ポンドやからな、なのか、まあ、でもまあ7000万同じ値段で売りは難しいでしょうかね、うん、現実的には、まあ、なんかちょっと今季は苦手なことさせられすぎて調子としてるだけだと思うんで、まあ、来季復調すると思うんですよ、うん、まあ、そう考えたらなんか損切りするよりもう、ね、うん、なんなら契約延長してもらってもう 3,4 年、うん、ユナイテッドでね、チアゴシウバみたいに頑張ってもらった方がいいような気もするんですけど、うん、ここはマジで、うん、そのユナイテッドにどうなってほしいかって、ね、まあ確かにね、うん、マジで意見が分かれるところなんじゃないかなっていう、ちょっとコメントで皆さん、うん、ユナサポの方とかはね、書いていただけたらと思います、はい、で、これちょっと前の動画でもちょっと話したんですけど、はい、まあ、サウジアラビアリーグは、うん、まあ、ポルトガル市場を取りに行きたいと考えており、はい、クリスティアーノ・ロナウドを取ってます、うん、で、クリスティアーノ・ロナウドとの契約25年、ポルトガルとのテレビ局との放映権の契約も25年までで、うん、まあ、いい条件で契約更新をしたいんで、うん、新たなポルトガルのスターを、サウジアラビア取りたいと、はいはい、でその候補としてブルーノ・フェルナンデスが上がっているという話になってます。うん、まあね、いや心臓ですからね、マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンですし、あ、まあ、もうちょっといてほしいですよね。まあ、まあ、ちょっと前の動画でもね、軽く言ったんですけど、うん、まあ、ブルーノ、まあ、あくまでそのこういうサウジアラビア側の都合で、うんうん、ポルトガルのスター取りたい取りたいって、まあ、あくまで言ってるだけで、全然その、うん、ユナイテッド側がとか、うん、ブルーノ側がっていうのは別に全くないんで、うん、まあ、現段階ではもう本当飛ばしの息は出ない、飛ばしではないんですよ、厳密に、まあ、まあ、現実的ではないというのが、あくまで向こう側が一方的に欲しがってるだけっていう感じなんじゃないかなというところですね。うん、まあ、サウジ行きの噂で言うと、ジェズスとリース・ネルソンに関してもアーセナルですけど、うん、まあ、噂に上がっている、ああ、そうですか、という、はい、状況になってます。ジェズス、いやいや僕はいい選手だと思うんですけどね、うん、ちょっと僕禁断の提案があるんですけど、はいはいはい、100% 起こらない禁断の提案なんですけど、はいはいはい、スパーズ来季ジェズスとジンチェンコ取れば強くなると思うんです、うん
いやまあ確かにね、ポジション的に言うとね、そうなんかその左、ね、偽サイドバックやるしウドジェもいいんですけど、うん、より攻撃的に攻めるプランとして、あの、ね、ウドジェアウト、ジンチェンコインで攻撃活性化みたいなとか、いやめっちゃあるな、サールの、ね、ゼロトップちょっと良かったじゃないですか、はいはいはい、じゃあなら本格的にゼロトップできるジェズス連れてきて、うん、ジェズスが中央で引き取ってソン・フンミンを生かすみたいなのは、うん、あの戦術的にはめっちゃハマりそうやけど絶対怒らにせきないやろうなっていう。そうっすね、まあ絶対ないでしょうけど、合いそうやなと、俯瞰で見たら、俯瞰で見たら合いそうやなとは思いますけど、まあ絶対にないでしょうね、まあ、合理性だけでね動くのがサッカー界じゃないんでね、感情とかね、エモーショナルな部分がフットボールのやっぱ醍醐味ですから、うんうん、はい、あでもそういうタイプの選手をスパーズ獲得してほしいなとは思いますけどね、うん、あと、まあ、ニューカッスル相変わらず年のアダルビーを狙ってます。あと、ボンマス、ロイド・ケリーもっており両取りを目指してるんじゃないのかという話はありますね。現実的ですね、やっぱニューカッスルなんかね、お金の中でっていうね、と現実的です、うん、でエリック・テンハグの公認候補としてブレントフォードのトーマス・フランクの名前が挙がっていると、うん、まあ、ただロマンの氏曰く、まあ、まだ早いでっていう、まあ、そういう話はあるけど、別にまだそもそもあのテンハグを切る切らないの話はまだ決まってないから、うんうん、あくまでシーズン終わってからになるんじゃないかという、なるほどね、うん、話も出てます。まあ、ありえそうな気もするというかね、うんうん、かなり評価高い監督ですからね、はい、うん、あとユナイテッドが、ワンビサカとダンフリースをトレードするんじゃないかという。おー、インテルから、はい、まあ、そもそも、ダンフリースは、この夏に、インテル離れる可能性が高いと、まあ、これはまあ確定の情報っぽく、はいはいはい、でユナイテッドはまだ交渉は行われてないけど、まあ、トレードすると噂が出てて、ユナイテッドはワンスはそもそも売る、売却に応じる可能性全然あるっていうことなんで、まあ、これはちょっとあくまでも可能性の域は出ないですけど、そういう交渉も今後起こるかもねという感じです。どうですか、ダンフリースは、まあ、オランダ代表でも活躍しますし、合いそうな気もしますけどね、うん、なんか僕もあんまり詳しくないですけど、うん、攻撃イケイケ守備ザルみたいなイメージ、あー、いや、そんな僕ザルってことですか、うん、感じで僕のイメージですけどね、はい、うん、なんか戦ってくれるし、うん、って感じですけどね、なんかウィングバック戦みたいなの聞いたことがあったような印象があったんで、うん、ちょっともう一回ね改めて現実味を帯びてきれば、うんうん、これはもうちょっとねワイスカウトで調べたりとか、ユーロがあるんでね、まあそうですね、ユーロで改めてしっかり見たりしたいなとは思ってるんですけど、うん、まあちょっとどうなってくるのかな、まあ、ちょっとコメントしてほしいですね、はい、皆さんもどうなのかっていうところですね、うん、はい、あとは、モハメド・クドゥス、ウェスハムですね、はいはいはい、に関して、うん、まだクラブは公式には認めてないんですけど、うん、どうやら契約解除条項があるんじゃないかみたいな、金額とかも明らかになってないんですけど、はいはい、あれもしかして買えるみたいな、クドゥス買えるみたいな、これは結構どのクラブもざわつきそうな、あ、まあ、今シーズンちょっとブレイクした選手の一人じゃないですか、クドゥスなんか、し2列目ワントップどこでもできるし、便利やし、速いし、うまいし、これがほんまやとしたら結構熱いんじゃないのかっていう、まあ、逆に言うとハマーズからしたら、うん、まあ、プロテクトしないとねっていうところですよね、うん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 、話もありますね、うん、まあ、あとはまあちょっと直接的に、まあ、プレミアの話じゃないですけど、ローマは、はい、来季ルカクを引き留めるのは難しいだろうと、チェルシーは3800万ポンドの移籍金を要求しているものの、うん、まあ、ちょっとあのさすがにその金額払えませんよという話らしいです。どうなるんですかね、もうチェルシー復帰もないでしょうからね、うん、まあ、どうなるのかっていう、うんうんうん、難しいですね。難しいですね。あとリバプールが今年絶対に3人獲得するよとか、うん、チェルシーはまだポチェッティーノの去就をまだ決めてないよとか、はいはいはい、あと話半分で OK なんですけど、うん、ヤースナーがジョーダン・ピックフォード取るんじゃないかみたいな面白い移籍噂も出てきますね。いやないでしょ、これは飛ばしすぎるでしょ、さすがにね、はいはいはい、まあ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 、うん、まあというのがちょっと直近の移籍の情報っていう感じでしたかね。なるほどね。まあ気になるやついろいろありましたけど、うん、なんか一応内藤さん的になんか、まあ、これがちょっと注目やなみたいな。いやでもやっぱその冒頭に取り上げた中盤大移動はマジで起こりかねない話やし、ね、今年のこう目玉玉付きになる気がするん で、うんうんうん、で今年はでも本当エンバペの移籍とかもそうですし、うんうん、結構大物の移籍が多そうなんで、確かにね、いろんな玉付きが起こるぞこれは。正直ね、だからこの、うん、起こってしまったらもう別に起こってしまったんですよ、ね、うん、はい、競馬とかもそうですけど、はい、これ予想してるのが一番楽しいんで、一番楽しいですよ、たまりそうやな、いやどうやろうみたいな。前の、ね、動画とかでも結構皆さんコメントしていただいて、はいはい、あの、ありがとうございます、はい、あのこの情報ありますよとか、はい、よかったらどんどんコメントしていただきまして、 この選手このチームに合うと思いますか、ダイスカウトで分析してくださいとかもコメント欄でいただければ、なんかその特集したいですね、はい、うん、このチームにこの選手合うか、はい、
勝手に判断して企画とかね、はい、なんかいっぱいコメントあったらまたやろうと思いますので、はい、ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。